進めていきたいし介護もしたいですが、その1回で本当に済むのか、先ほど春日先生がおっしゃったようにじっくりと議論する時間を持たないといけないのかっていうのことも、慎重に考えなきゃいけないと思うんですね。ですから拙速は避けようと思いますが、だらだらと進めていく気もありません。答えにならなくて申し訳ないんですが、できるだけ早く、その取りまとめはやりたいということで、今回も、そういう意味では清水先生と2人で、こういうことをさせていただいたということですから、ご理解をいただきたいと思います。何万人という話もです。おおむね38万5千人です。はい、終了時間オーバーしてるんですが、ラストお二人の方、お願いします。時間の関係ございますので、私新定義なんで残ってる、はい、お願いします。公平です。今しか質問ができる場合、機会がないので、会場物理的に会場の使用時間5時までということでお借りしている会場です。その辺ご了解いただきたいと思うんですが、使用料はどちらですか。じゃあ質問ある方どれくらいでしたか。こんないらっしゃるんですか。ちょっと増えているので、1人1問手短いということでよろしいですか。はい、その条件であれば今手を挙げている方だけ、7人の方いらっしゃいますが、はい、じゃあ順番左から。NHK の橋本と申しますが、鈴木先生に一言だけ伺いたいんですけれども、表給の結果ですけれども、その10万人に対して30人前後、10万人中30人前後、その悪性内視悪性疑いという結果、会津については暫定ということですけれども、これはどのように受け止めてらっしゃるのか。そのチェルノブイリの時には4年以降に増えてきたという言葉がありますが、あると言われてますが、それと関連して今回のこの結果をどのように受け止めていいのかというのを改めて、一言お願いします。はい、ここに書いてある通りです。その通りで、ここに書いてあるというのは、ここの考察に書いてある通りでございます。まだこれはあくまでも表を見て上見ていただいて暫定でございますので、はい、ここで、強いコメントを残すのではなくて、最後にも残したように、その、三者の比較はほぼ同様であったが、会津地方ではやや低めで、そこには官僚者の割合等で、その影響が考えられるというのはこの通りでございます。その暫定なんですけれども、3年間の調査によってこの数字が得られて、それについてその事故との因果関係であるとか、その辺をどのように考察されていらっしゃるのかというのを、すいません、同じような質問何度も出てると思います。で、それは先ほどから何度も答えていると思いますので、すいません、次に行ってください。次の方、2列目の、朝日新聞の福宮です。資料の見方で教えてください。丸2の4の、表3二次検査の進捗状況と、丸2の10のところの、地域別に見た場合の割合と表9がありますけれども、会津地方は二次検査の受診率が低いのでっていうお話ありましたが、二次検査の確定率については他と同じぐらい 94.7% ぐらい皆さん受けた方は確定しているという理解でよろしいでしょうか。これもまだ確定率も低いと考えた方がいいでしょうか。私がお答えします。そこはまさに25年度は会津地方と、その前半は25年度の前半は中通りと、あとその他の浜通り地方が入っておりますので、そういうものが25年度の一部入ってて、そちらはほとんど進捗してる。で、残りの会津の部分だけが真冬最後にやったわけですけど、そこの進捗がまだ不十分だっていう、二次検査のが不十分だってことがここに影響してるわけです。はい、確定率もまだ低いっていうことなわけですよね。はい、ここの受診対象者、二次検査ここに来た人はここですけど、まだ二次検査来て、これからまだ受診率
先ほど言ったこっち会津地方の二次検査の受診率ですから、受診率のここの、受診者、二次検査受診者数ですので、まだここがまだ十分でないということです。今、まさに進行中、6月30日までのデータですので、はい。はい、続いて。すみません、さっきちょっと1個質問スルーされてしまったのをちょっともう1回お願いしたいんですが、2の10のところなんですけども、会津地方でやや低めであったという理由について、会津地方で二次検査終了の割合が他の地域に比べて低めでありというふうになっているんですが、その他のことについては何か検討、低いという理由について検討されたんですかということなんですけども。先ほどから答えてると思うんですけど、現時点ではそれが影響しているというふうに考えたら、これ出揃った時点でその後に考えるということがあるなら、それは議論するということになっていたと思います。考えてないですよね。はい、はい、続いて、それなりに、はい、ちゃんと手を挙げてください。はい、じゃあ手を挙げて、どうぞ。はい、いいです。はい、すみません。今日の星先生も先ほど過剰診療について、まあ、ややその部会では意見がちょっと違うことを議論しているのではないかというご指摘があったんですが、今日の検討委員会の中でもですね、その子どもの健康を守るのが一番だっていうご議論と、あと疫学的にちゃんと、まあ、科学的に結果が出るかどうかっていうご議論が若干こう噛み合ってなかったような気がしまして、その子どもの健康を守るっていう中に、その、甲状腺の、検診をすることのデメリットどう考えなければいけないんじゃないかというご指摘、津上先生からあったと思います。でその辺も考慮して今後の在り方を多分議論されていくと思うんですけれども、星先生としてはそういったその検診をすることのデメリットを踏まえた上で の子どもの甲状腺を守るということの両立をどう考えていらっしゃるかということと、あともう一点だけすいません、安村先生が今甲状腺の内部被曝についても今医大の中で検討していらっしゃるとおっしゃってたんですが、どういう方法でどういうふうにやっていくのかっていう概要だけでも結構なので教えてください。まずですね、今の質問にお答えするとすれば、検査を受けるデメリット、しなくていいところに行かなくちゃいけないとかですね、喉に何かを当てられるとかですね、さまざまなデメリット、あるいは普通にしていれば見つからなかったかもしれないがんに対面しなければ、早くにですね、対面しなければいけないというようなデメリットがあるのかもしれません。ですからそういうことについてもちろんですね、今後続けていくとすれば、その対象者や時期や感覚や、そういったことについてもきちんと議論して、今の何、て言うんですかね、スタイルのままでいくのか、あるいは今後何らかの変化をもたらすべきなのかというようなことも私論点整理の中に書きました。議論の対象にもちろんなると思っています。須磨先生、はい、ちょっと言葉足るぜ申し訳なかったんですけど、医大の中でというかですね、放射線医学総合研究所、法医研と共同というかですね、法医研が主体になって、甲状腺内部被曝の推計に関して現在検討していると。でそれを最終的にはその被曝トータルの被曝量として評価する形で将来的に使えないかということで今検討しているという段階で、具体的な方法やそのいつ頃ということに関して今ちょっとお答えできる段階ではありません。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと関連で安村先生が今日改めてですね、県民健康管理調査のデザインについて説明をされてですね、これは新たな個包等を作るかどうかの関連で出てきた話ですけれども、最初の3年間は甲状腺がんは増えないだろうというものでベースライン調査をやったということを改めて説明されたんですけれども、これについてはもう以前からいろんな論文でですね、否定したり批判している論文もたくさん出てるわけですから、その説明に対して星座長以下の検討委員会ですが、その考え方をですね、改める考えが ないのかと、つまり今日は本質的にですね、検査の目的についても議論したわけですよね。そうすると本質的にそもそも安村先生のこのデザイン、調査のデザインによればですね、もう2巡目からはこの今日出てる104人についてがんと認定されている人は除くわけですよね、2巡目から。
かね、そういうことでそのコホートとしてはもうこれでいいんだという考え方ですけど、これに対して疑問とかやっぱりここも根本的に見直さなきゃいけないんだというのは委員の先生方にはないんでしょうか。その点だけお伺いしたいんですが。私意見ありますけどね、それ記者会見の場で言うんじゃなくて、これからやろうとして検討委員会の中でやるべきだと思いますよ。今ここでですね、一人ずつこういうことに意見を言うというのはね、ちょっと順序がおかしいです。はい、じゃあ続いてまいります。LCM プレスの一人です。まあ、たびたび出ております氷丘の地域別についてのお話なのですが、これ、会津の二次検査は出揃っていないということで、BC 判定率は出揃っていると思うのですが、この BC 判定率を検査時平均年齢と比較した場合、避難区域初年度の13市町村と、一番最後の会津地方ではほとんど検査時平均年齢が変わらないにもかかわらず、 BC 判定率がなぜ倍になっているのかということに関しての、ご説明評価などが、得られなかったのですが、それはいかがでしょうかということと、あと尿検査ができなかった2名、血液検査ができなかった4名の理由などを教えていただけたらと思います。まずまさに個人情報ですので、それはできなかったのは、または希望しなかったかもしれませんけど、そこに関しては答えるものではありません。あとはもう一つ、今の受診率の年齢っておっしゃいました？ BC 判定率と検査時の平均年齢です。で、それは検査時の平均年齢は地域ごとに年度ごとに少し変わっているのはありますけど、この BC 判定率、判定率が会津地方の方が多いっていうのは、母集団の先ほど言った年齢とともに A2 判定、B 判定が増えてきているということは非常に影響しているということです。年齢とともになのですか、平均年齢がほぼ変わらないにもかかわらず、だから平均は関係ありません。平均は要するに下が抜けて上が抜けているので真ん中はほとんど変わってないんですけど、対象になっている真ん中が増えてます。わかりますか？あ、わかります、わかります。18歳以上の人が非常に受けてないということは一番大きいです。それが年とともに増えていって、逆に小学校から高校生までが、24年度よりも25年度は高校単位がかなり実施されてますので、学校はかなりできるようになったということで、かなり特に小中高の受診率が高いというのが一番影響しています。これ平均年齢とともに標準偏差も書いておられますか？括弧が、はい、標準偏差で見てもこのような差が出るというのは少し疑問なのですが、先ほどその、まあ、真ん中が高いという山などは標準偏差でも見られますので、多少標準偏差は違うとは思いますけど、徐々に逆に標準偏差が小さくなっているので、やはり前後が小さくなっているということは、これを見たらお分かりになるかと思うんですけど、はい、この程度の標準偏差の差で、この程度って母集団が多いので、まあ、かなり違うと思います。母集団の数は、まあ、1万人程度変わっているということですか？はい、分かりました。それで、まあ、倍程度変わることもあるということなんですね。はい、ご検討ください。すいません、はい、あとお二人お願いします。男性の方、アワープラネット TV の平野と申します。鈴木新先生にちょっとお伺いしたいんですけど、2の6でですね、手術の適用症例についてというところなんですが、まあ、そこで甲状腺検査専門委員会、診断基準等検討部会というところが書かれていて、まあ、こちらで検討され、総合的に判断を行っていますとあるんですが、先日環境省のですね、会議で、こちらの委員である、宮内明委員長が出席されてお話しされていたんですが、まあ、甲状腺がんのうちその肺転移があったというような話もされていて、まあ、これ事実なのかどうか確認したいなと思うんですが、それこそ非公表で、専門家に諮問しているところですので、そのデータに関して我々から公表しているものではありませんので、我々の方から答えるものではございません。
この部会がどれくらいの頻度でこう開催されているのかというそういうようなことは教えていただけましょうか。検討委員会がある前に必ず、なるべくやって、ここにお出しできるものの評価を常に得ているものと思っています。宮内先生はお話自分が委員だとおっしゃってましたけど他に委員の方ではどのような方かというのは。はい、現在のところ公表していませんので以上です。はい、じゃあ次に参ります。最後の質問とさせてください。すいません、はい、ジャパンパースペクティブニュースの相原です。いつもお世話様です。まずはじめに今回のこのコホート最初に大規模コホート調査ということでしたけれども福島県立医大ではIRB インスティテューショナルリビューボードつまり第1回目の第三者による調査倫理調査その組織は持っておられますでしょうか。それ1点とあともう一つはですね、今回星座長が出された資料の中の一番最初の丸で、最も健康被害の可能性が高いと思われる甲状腺への放射線による影響とありますが実は海外のですね、スリーマイルアイランドとか、マーシャルアイランドとかあとその他の、ネバダの核実験とかですねそういうところで健康被害の調査をしている中で甲状腺の、放射能による影響を観察することのみをですね取り上げてるっていうのなくて、まあ、がんの種類骨がんとか皮膚がんとかそういったものも取り上げているんですけれどもこれ前何とか質問させていただいたと思うんですがそういった全身調査全身の何らかの症状、まあ、特にがん血液のがんそういったものを、見ていくというようなふうな視点はございませんでしょうかこの議論の中で。あともう一つ最後ですけれども前回の専門家会議の中で鈴木先生が、論文の中で明らかにしたいというふうにおっしゃっておられました。今日の議論の中で疫学調査と、臨床、まあ、治療の方は異なるというふうな議論も出てましたけれども先生はこの調査にも携わられまた臨床の方も受け持っておられる、こういった中での線引きあるいはですね IRB があるんであれば IRB も通過しているんであればその IRB を通過した時期について教えていただきたいと思います。本学には倫理委員会倫理審査委員会がありまして基本調査はじめ4つの詳細調査それ以降今回の妊産婦調査も含めてですね新たな調査をする場合には必ず審査を委員会で承認を得て実施しております。以上です。あとその後の検討に関しても倫理委員会通しております。すいません IRB というのは被験者がですね、どこにも告げずに第三者の独立した機関に被害を訴えたり問題を訴えたりすることができるある意味第三者苦情委員会のことを IRB といってある一定規模の大規模コホート調査ではそういう設置するっていうことが多いっていうんですか。ちょっと遅くすればいわゆる、まあ、私たちは大規模コホートというふうな位置づけに本調査はできるかなとは思ってますけれども今ご指摘のような意味での、大規模、長期縦断コホートという形で位置づけてやってるということではないという方が正しいかもしれないです。すいません理解ができない。後でじゃあちょっとその辺教えてください。最後に私から答えます。センシティビティが一番高いと理解している甲状腺のがんの調査を現時点でやっているとすると他のがんについては私はしっかりとしたがん登録をするというような形でこれから、その影響がもしあるとすればですけれどもしっかりと見ていく必要があると僕も思っています。ただその前に、放射線の作業に従事した方々比較的高い線量を受けた方々の調査というのも必要だとこれは私の責任ではありませんけれどもそういう3つの要素というのは必要だろうと思っています。今我々がやっていることで全てでそれ以上のことをそれ以上以下のことでもないということを申し上げているつもりはございません。はい、それでは以上をもちまして記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。